以前の動画、カズヤ氏派生チャンネルを見てみよう。正当 DIY でお伝えした正当 DIY ですが、4月11日に決闘大会をするそうです。カズヤ氏が絡んでるからといって、色眼鏡で見ず、是々非々で考えたいと思い、早速綱領を見ました。日本の国益と世界の大調和を守るための党を作る。1、先人の英知を生かし、天皇中心に一つにまとまる平和な国を作る。2、日本の自立と繁栄を追求し、人類の発展に寄与する。3、日本の精神と伝統を生かし、調和社会のモデルを作る。いやー、いい綱領ですね。これが実現したら非常にいい党になりそうです。ただ心配なのは、カズヤ氏はこれはちょっと無理かなと思います。方針が近いはずの相手でもネチネチ叩くようなよくわからない人だからです。今回注目したいのは別の方です。そこで渡瀬さんを見てみました。この方のツイッターをご紹介します。安藤議員は消費税が 1% も引き下げられなかった場合、下記のプロセスを前工程が受け入れられないなら後工程へ。1、所属麻生派内で麻生会長解任動議提出。2、派閥離脱し新派閥結成。3、自民を離党し与党会派の新党結成。4、提言提出議員らと辞職し国替えで補欠選挙。本気ならこれで、プロレスなら今すぐやめろ。え？目が点になりました。僕、このアカウント前も見たことがあるんですが、あまりに言葉が過ぎるので、本人じゃないアカウントだと思っていたんです。いやーもうものすごいです。今すぐやめろって、かなり調和精神が、溢れてる言葉ですね。それに対して反論がありました。評論家が一番無責任だろうな。政治家にだけ結果を押し付ければ、持論についての何のセキュリティも取らない。それに対して、渡瀬さんがさらに反論します。評論家は論説の評判で言論市場によって評価されて責任を取るのに対し、政治家は税金で賄われるため、その活動の全てのプロセスで評価され、究極的には選挙で評価されるものだと思います。評論家が責任取らないというのは違います。とおっしゃっています。調和してますね。さらに大調和ツイートが続きます。俺はバカにバカって言う人なので嫌なら話しかけんなよ。と言ってもアイドルはトイレ行かないみたいな人は気持ち悪いから破門。喧嘩売るなら買う流儀。自分は匿名で人に絡んで相手に何も言われないわけないだろう。俺が汚い言葉を使わずにお上品なお言葉で話してくれると思っている時点で妄想が気持ち悪いから勘弁してくれ。道端で突然殴りかかってくるやつは張り倒すのが当たり前。ツイッターも同じ。土下座系議員と同じではないので、絡んでくるやつにご指摘ありがとうございます。今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願いします。とか言うわけないだろ、という話。そのようなことは土下座系のアカウントにどうぞ。そして、ついに来ました。昨年と同じ流れです。青山なんとかのファンは熱心すぎるだろう。カズヤ氏が何したのか知らんが、何も関係ないはずの俺も青山氏への心象が悪化せざるを得ないぞ。一回も動画見たことないけどな。つまらん喧嘩はそれ専用の穴でやってください。わけわからず絡んでくるやつのコメント覗くと、金粉なんちゃらみたいなコメントしているので、俺の中では彼らのせいで金粉出す人になってます。和也氏とはそんな話したことないのに。今更金粉の話してる人ってそんなにいますかね。よっぽど青山アンチしか言ってない気がしますけど、さらに来ます。青山議員は普通に頑張ればいいんでないの？俺に絡まれても知らんし困るわ。興味ないので和也氏とこの件話したことはないが、絡んでくる人たちの投稿を見てると、金粉出した批判の話ばかり。俺の中で青山議員イコール金粉になりつつある。関心ないし中立なんだから無駄に悪印象になることはやめましょう。おいおい、無駄に悪印象になるのはこのツイートじゃないの？これ、カズヤアンチじゃなくても言葉が過ぎると思いますけどね、私は。3名の役員中2名がこんな調子で、大調和をどうやって作るんでしょう。
甚だ疑問です。そしてやばいのは頭皮です。こちらツイッター民で調べた方がいました。正当 DIY イコール龍馬プロジェクト、住所が同じ大阪府吹田市千里山西 1-37-40、 龍馬所属議員は自民党が多いので、神谷総平は自民党の選挙区の空きを待っているのかも。 DIY はパーティー費として1万円、党費月4000円、年じゃないよ、月だよ、高すぎるとおっしゃっています。で、画像もついていましたので表をいただきますと、党費月4000円、国籍要件ありとあります。これが高いのか安いのかと思ったら、パパスさんがつぶやいていました。自民党党費年間4000円、国民民主党年間4000円、立憲民主党年間6000円、政党 DIY 月4000円、年間48000円、結局金かと多くの人が思うのでは、高いねとおっしゃっていました。実際に調べてみたところ、自民党一般党員年間4000円、家族党員年間2000円、特別党員年間2万円以上、国民民主党年間4000円、立憲民主党年間6000円、サポーターは年2000円と書いてありました。政党 DIY は月4000円、年間48000円です。自民党の特別党員の2倍以上になります。以前の動画で政党 DIY は良心的ぼったくりと問いました。皆さんはどう思われますでしょうか。最後にチャンネル桜の水島社長の言葉で締めたいと思います。特にね、皆さん見てください。理屈とかなんだっていくらこねてもね、卑劣なやつとか卑怯なやつは青山さんのため思って言うんだとかね、最初からじゃあ名前を挙げて、あるいはメンチを切るというかね、やってみりゃいいじゃないかと、誠にこういう姑息な連中がうじゃうじゃ保守と称しているんですよ。商売保守がという、こういう連中がいるから日本がダメになってく、見てください皆さん、とおっしゃっていました。残念ですが、水島社長の言う通りになってきたなと思います。天候くんも主戦だってバレないように気をつけないとね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。